<Welcome> back. では次にセッション2を始めたいと思います。企業の課題解決力と削減貢献量についてです。ファシリテーターは林玲子様です。BOVA 証,証券株式会社取締役副社長でいらっしゃいます。では林さんどうぞ。皆さんおはようございます。 そしてご紹介ありがとうございます私林玲子と申しますバンクオブアメリカ B o ブ A 証券会社におります簡単にですけれどもこのセッションの背景についてご説明をします私たちとしては企業の課題解決力と削減貢献量についてお話をするわけですけれども企業はソリューションプロバイダーであることが求められていますつまり企業はバリューを 社会問題を解決することによって提供することが求められています。事業活動からそれをするということですね。ということで、結果的にメカニズムが必要になります。それによって企業は単にネガティブな影響を排するのみならず、ポジティブなインパクトを創出できるようにしなければならないということです。社会の問題を新しいビジネスチャンスとして捉まえるためのメカニズムが必要です。気候変動。 ということで GHG エミッションはリスクファクターとして捉えられています。そしてこれが企業の競争力に影響を与えると思われています。企業のサプライチェーンにおける排出削減への関心が高まった結果、スコープ1から3までの測定が行われるようになりました。 皆さんご案内のとおりですね。しかしこれらはソリューションプロバイダーとしての企業の貢献を評価するには不十分なんです。我々としては別のメカニズムが必要です。 つまり、企業の社会貢献を評価する別のメカニズムが必要となります。そうすれば、企業が民間の企業ですけども、もっと積極的に気候変動対策に取り組むようになると思います。この新しいメカニズムというのが削減貢献量の基本的な考え方です。じゃあ、ちょっとスクリーンをお見せしますね。次ですね。あ、私でしたっけ失礼。 これがコンセプトとなります。これが削減、貢、えー、原量のコンセプトです。で、現在、この測定方法ですけれども、えー、今、策定中であります。で、これができますと、非常に重要なクライテリアとして、金融セクターでも使われることになると思います。でスコープ1、2、3と。 それから削減貢献とということになりますそしてもう皆さんご存知だと思いますしそれからこの問題に関しては議論が行われておりまして WBCSD は今年3月に最初のガイドラインを発表しております。また日本が議長となりました G7 におきましてもこの削減貢献量が価値として認められております。 このトピックは日本で開催されました GX リーグでもそれから IC でも議論がされております。今日、ヒルダさんがいらしてますけれどもこの IC も削減貢献量の標準化を検討しているところです。後でお話を伺いたいと思います。今日はですからこういったイニシアチブについて こういった素晴らしいパネリストからお話を伺うことになりますパナソニック、ウオリアそしてシュナイダーエレクトリック野村アセットマネジメント金融セクターからもいらっしゃいまして非常にアクティブに参加をしてくださっている皆さんですこの議論に関してまず皆さんに質問させていただきますどういうメカニズムがあれば民間企業のソリューション提供能力が評価できるでしょうかではまず 最初に上原さんからお話を伺います。どうぞ。林、はい、さんどうもありがとうございます。私、上原弘俊と申します。 ククオリティと環境に関ししててパノソニック全体で統括をしておりますで私どもとしては貢献削減貢献量というのは重要だと思いますけどまず一つこの削減貢献量の定義についてお話をさせていただきます。ここでは解決策を講じた場合に発生する GHG 排出量と解決策を講じなかった場合に発生する GHG 排出量を示す参照シナリオとの差を示したものです。差分を示すものです。 削減貢献量というのは今までの GHG インベントリとは全く異なるコンセプトになっております。ですから削減貢献量を用いて GHG インベントリの排出量を相殺するということはできません。 この削減貢献量ですけれども会社全体が社会全体の温室効果ガス排出削減にどのように貢献したかを評価するものです。これが最終的には脱炭素化につながるわけです。また科学的な根拠もあります。つまり削減貢献量が脱炭素化に貢献するという科学的な根拠もあります。1つの例がライト。地球環境産業権 技術研究機構のシミュレータータですこれはまた IPCC の気候変動シナリオ作成にも使われております。でライトと我々が一緒になりまして。 他の企業による削減、排出削減による、そしてその貢献によるイノベーションというのが1.5度のシナリオの道筋を達成するために有効であるかどうかというのを検証し始めたところです。我々パナソニックにおきましては、2022年から2050年までの間に1億トン 自社の温室効果ガス排出量を減らすということをもうすでに目指しておりますそして削減貢献量としては2億トンの削減に貢献することをプレッジしていますパナソニックトータルでは3億トン相当の気候変動への貢献が行われということが目指されていますこれが私たちのパナソニックグリーンインパクトというビジョン に記載されております現在 WBCSD にも参加しておりますし IEC そして GX リーグにも参加しておりまして同じような志を持つ政府あるいは企業と連携をしまして共に削減貢献量の必要性について議論を深めているところです。でその一環としてですけれども私たちは サステナビリティデータブックの中で削減貢献量を今年開示しております。削減貢献量は計算方法の不確実が高く、まだ国際的には統一された基準がありません。しかしか WBCD w b c s e や GX リーグのガイダンス、あるいは IC などの国際標準化を目指す議論などを踏まえまして、私どもパナソニックとしては、止めせのある開示にこぎ着けることができました。我々、今後 CO2 の削減に貢献する商品やサービスの 競争力の強化によって事業転換と成長を加速している証しとして今後ともこういった進捗を報告していきます。上原さん、どうもありがとうございました。パナソニックは常に新しいコンセプトを日本にそれから国際的なマーケット参加者との協業で導入することに懸命でいらっしゃいます。では、この金融セクターからジェイソンさんにお願いいたします。ありがとうございます。 ノブランセットマネジメントのこのジェイソン・モーデマンと申します東京にベースを置いています今までのお話がありましたけれどもソリューションを提供するということ機構変動解決のために それを少し離れて見てみますと、市場の役割は何でしょうか、投資家の役割は何でしょうか、私たちの役割、そして能力というのは、まずリスクを特定して、そしてこの価格資本効率というものを特定して、そして資本を効率よく提供すること、そして私たちが投資家のリターンを確保できるような、そのような企業を特定するということです。スコープ1、2、3の削減という、つまり企業自身の削減努力、これ自身、非常に重要です。 ネットゼロを達成するためにはこうしたその数字がゼロにならなくてはならないそれは理解いたします。しかしかかこのの金融の観点から見るともちろん 効率の向上というものはできることには限りがあります。短期的にはそれを見ながらやらなくてはならないんですが、しかし、それをの,の他に課題があります。投資家は機械というものをもとにして投資をします。どこが成長市場なのか、そしてどこがリターンをもたらすことができる投資なのか、そういうところにおいては削減後継論というものに注目したいと思います。つまりバランスシートの数とととかかか資産負債それだけを を見ているわけではない利益だけを見ているわけではありません会社を評価するときに私たちは全てのリスクと機会全体を評価しますその企業の価値そしてそのリスクに対して効率よく価格をつけることができるそしてそれを通じて企業がさらにソリューションを提供できるように促進することができますこのスライドを今用意したんですけれども私の考えはこういうことです。 私たち投資家がこの投資機会を狙っているだけではなく、ネットゼロの投資世界を考えるだけではなくて、その次のレベルの次のレベルのこの炭素の削減をトータルコストという観点から考えたいと思います。ということで、このスライドを作りました。直接的な スコープ123の直接的な削減努力というものがありますこれは各企業がですね例えば化石燃料を太陽光や 風力に置き換えるとかあるいは電気自動車に置き換えるとかそれによって化石燃料をその燃料とする自動車を削減するとかいうことができますがそういった努力にも限界があります。でコストが非常に上がるということもある。でもう一つの供給のボトルネックがあります。そしてこれが今現れつつあります。最近イギリスにおいては オフショ、陽性風力についてのオークションが不調に終わりましたえ。つまり、このような制限するようなファクターがあります。しかし。 私がここで学んだのは企業がケーブルを作ってそしてそれを接続してそして洋上風力ので発電するものを陸上に持ってこなくてはならないそれが2030年までに必要だとそうなりますとこのできるだけコストを下げながらです、ね、この削減を排出削減をしていくのかその限界費用はどうなるのかということに注目したいと思います。スコープ 1, 2, の削減それから えこの削減貢献量もちろんコンセプトは違うわけなんですがこうしたプロジェクトそうした企業に対して つまり、一番低コストにおいて削減をしている企業に対してこの資本を配布していくということ、こうしたことを通じてですねネットゼロに向かうことができる、そして削減高給料とそのイネブレンテクノロジーを使ってこうした企業がそれを実現することができる、そういったところに効率よく資本を配布することが必要だと思います。あありがとうございますあなたの企業は この削減後継論という概念の発展においてリードされていますが、他に、他の金融会の中で、あの他の機関がです、ね、合意されるかどうかは分かりませんけれども、非常に素晴らしい活動を積極的にされています。それからシュナイダーの廣田さん、IEC のコンビナーでもありますね、お願いいたしますありがとうございます。 スライドスライドお願いします。皆さん、こんにちは。私、廣田孝子と申しまして、シュナイダー・エレクトロニック・ジャパンから参りました。えー、IEC の TC111 ワーキンググループ17のコンビーナーも務めております。まず最初にシュナイダー・エレクトロニックについて簡単にご紹介いたします。私たちはテクノロジー企業でエネルギー、そしてオートメーションのデジタルソリューションを この発電の効率化そして顧客のサステナビリティのために世界中で活動しています。私たちは340億ユーロの収益を持っていて100カ国以上で12万8000人以上を雇用しています。私たちはこのエネルギーオートメーションそしてこの産業のオートメーションデジタルソリューションを提供しています。 私たちの顧客は4つのエンドマーケット、この建物、データセンター、インダストリー、そしてインフラストラクチャーです。 2022年にコーポレートナイト世界経済フォーラムのコーポレートナイトにおいて最もサステナブルな企業、全ての産業分野で最もサステナブルな企業として表彰されました。私たちはネットゼロにコミットしています。で非常に強いコミットメントを発表しています。このようなコミットメントを達成するためにネットゼロのターゲット、これは。 SBTI のこのイニシアチブによって認められています。そしてまずスコープ123のオンスコ効果ガスを削減します。しかし、長期的に見てもシュナイダーは非常に野心的な目標を掲げています。年までに このフルエンドのこのフルエンドトゥエンドのフットプリントこれでカーボンニュートラリティーを達成することになっていますそしてお客様に対して2028年から2025年の8年間にわたってこの8億トンのこの CO2 の削減をお約束しますこれを世界中のお客様に提供いたします 私たちはサステナビリティ報告を公表しています。また、クライメートレポートもウェブサイトで公表しています。で、私たちシュナイダーサスティナビリティインパクト、これ SSI コールのナンバー2ということで、私たちの削減貢献量についてもご覧いただけます。 このような削減量を加,速化削減を加速化させることによって、クラアントニュートラリティへの道筋をさらに短くすることができます。そして、これをプロバイダー、そしてユーザーに対しても共にこのファイナンス、テクノロジー両面でサポートすることができます。私たちは、 私たちの製品やサービスが私たちの顧客の脱炭素化の道筋においてどれだけ貢献したかを示すのが私たちの考える削減貢献量です。削減貢献量というのは新たなこの設置から生まれます。つまりそこにおける排出がこのより排出量の増大が少なくなるというものです。どちちらの場合にも私たちは まあ期待されるライフタイム上でのこのすべてのライフサイクルをカバーした上での,このどれぐらいの排出量があるかということを評価しなくてはなりませんそしてシュナイダーが提案するこの製品やサービスによってどれだけそういった削減が可能なのかということを考えなくてはなりません。 現状の排出という形で一対一の比較をするということが重要ですですから最ももっ現実的な市場の状況我々の製品がなかった場合どうなのかというのが重要になりますこれが参照状況ということになります、まあ、そこで次の話に移りますが削減貢献量これを IEC 2019年に標準化を提案しましたときに この削減貢献量の計算法というのはたくさんあったわけですグリーンウォッシングこれを回避するために削減貢献量の定義を標準化する必要がありますそしてガイダンス要件というのを整えることによって EU の 産業界において削減貢献量をしっかりと定義するということ、この標準化というのを今進めているわけです。IISO とそれから WBCSD というのはすべての産業界が対象でありますけれども、IC 六三三七二というのはこれは電子そして電気業界が対象となっています。ありがとうございます。 単にシュナイダーの代表しているだけではなく業界の代表していらっしゃるということで素晴らしいと思いますありがとうございますそれでは次の質問です削減貢献量のコンセプトというのが重要であるということは分かりましたしかしまだ今進行中の取り組みであるということで、えー、削減貢献量これをさらに推進するためには一体どういったステップが必要になるんでしょうかではフィリップさんからお願いします繰り返しですけれども 考えるべきは一体このデータ何のためのものなのかデータのためのデータではないです。 でこれは一体何でないのかということもとても重要ですでポジティブな未来のビジョンとして我々達成しようとしていることは一体何なのかということですそれはどういうことかというと価値を見出しそしてその企業の価値をしっかりと評価するということ排出削減だけではなくてその価値機械として他のところのお手伝いをしてさらに効率的に排出削減できればいいわけですねベオリラですとかこの廃棄物管理という意味で排出削減という意味でまあ、様々なリスクがあるわけです そこにはさまざまな排出があってそして水のリスクとかいろんなリスクがあるわけですし,かし企業がやっていることの価値そして彼らが達成していることこれは他の企業が彼らのリスクを下げる手伝いをしているということで個々のプロジェクトをやっている企業これはですね排出という意味では不可的かもしれませんけれどもしかし他の多くの企業の手助けをしてそしてそれらの企業が例えば 50%90% 削減を回避できるのであれば。 全体像を見るとということが重要です。で我々投資家としてもしかすると多くの需要がそういったサービスに関ししてあるかもしれませんこういったプレッシャーがあってどのように排出削減をもっとできるのか、えー、そして廃棄物を減らしそして最も効率的なコストで、えー、気候に貢献できるのかという話をしているわけでそういったところにサービスを提供することができれば素晴らしいその指標として削減貢献量というのはとてもいいものであると思っています。ありががとうございますす金融セクターがデーターーデを分析するに 当たってもしくはその全体的なアプローチを取るために例えばその企業の評価という意味でその意味で両方がより高度な形で で、データを提供し、そしてデータの分析をする必要があると思います。それから、データそのものをもう洗練されたものでなければなりません。グリーンウォッシュを回避するためにはさらなる協議が必要だと思います。つまり、全てのステークホルダー間でのさらなる話し合いが必要だと私は思っています。というのは、まだ混乱していらっしゃる方がいらっしゃると思うんですね。ghg プロトコルとそれから削減、根拠量の間でまだ混乱があると思いますので、さらなる取り組みでもってですね。これを実現していかなければ。な ならないと思っています。もう一つ簡単に我々はですね。一貫した形での金融データそして報告の指標というのを持っているわけですよね。サスティナビリティのデータに関して、それと同じく一貫した枠組みでもって削減貢献量の比較ができなければならないわけです。その指標の真なるパワーというのは1。対1の比較パナソニック、シュナイダー、エレクトロニクスどこでもいいんですけれども、単に発。 排出削減の取り組みを計算できるというだけではなく CO2 の削減を製品サービスを通してどれぐらい1ドル投資ベースで1円投資ベースで達成しているかというのを見ることがとても重要ですそのことによってトータルの排出をどれだけ削減できるのか単に直接の排出削減だけではなく削減貢献量も通して 一度投資に対してどれだけ最大化できるのかということこれが我々にとってパワフルで一貫した指標になると思います市場にとってそれができれば適切な形で資本を配分できると思っています透明性っていうのはとても重要ですよね金融機関としてアカウンタブルであるためにはそれがとても重要だと思いますそれではひるたさんにお願いしたいと思いますどうでしょうどのようなステップがさらに必要になるとお考えですかじゃあスライド出していただいてよろしいですかありがとうございます これが IC63372 の CD2 のサマリーです。指標インデックスです。6.4というのが、この削減貢献量のメインポイントでありまして、今、要件の話し合い、ガイダンスの話し合いをしています。キーポイントとしては、 この昨日貢献量の定量化これを決定するということ計算法それから期間はどれぐらいで計算しているのかそしてベースのシナリオということですこの三つに関して協議をしそして明確化する必要があります要件そしてガイダンスとして明確にしていく必要がありますそれからベースラインシナリオというのはこれはその期間 ということです。製品サービスシステムとして活用する期間ということになります。ベースラインのシナリオを設定するというのはなかなかこれ現実的には難しいわけです。ですから我々はまあ、長期的そして複雑なサプライチェーンというのを念頭に我々が考えるべきは例えばその電気のパーツだったりとかそのソリューションということになります。 我々はその制度を持って計算しようと一貫性を持って計算しようとしようとするほどより保守的なものになり、そして計算がですねより難しいものになると。ですから一体何が要件で何がガイダンスなのかということをしっかりと設定したいというふうに思っています。そのことによって標準化に向かっていきたいと考えています。 IC63372 の発表のスケジュールです次のドラフトこれ投票向けなんですけれども来年早々に発表しますで、それで投票で再選ということになった場合は次のステージに進むことができるつまり国際標準の最終走行というのが出来上がるということになります国際標準の発表は2024年来年を目指しております我々の標準を発表した後ま そのコミュニケーションを他の産業界とも行うことによってその相互のですね削減貢献量の理解を深めそしてどのような形で削減貢献量の貢献度を高めるのか話し合っていきたいと思います。2024年末ですねかなり積極的なターゲットですけれども自信を持ってこれできそうなんですか そうですね。ちょっとスクリーンをシェアさせていただきたいと思います。そうですね。今は CD2 の段階にあります。コメントをですね、その国委員会から受け取ったところで、まあ、これ先週いただいたところでありまして、200以上のコメントをですね、国内委員会からいただいております。ま CD1 のコメントよりは半分ということなんですので。 まあまあいいことかというふうに思っておりますがこれらのとても重要な点に関して確認をしそして、まあ、どういった点がコメントとして上がってきているのか理解しようとしています。とても重要なのがその排出削減とそれから削減貢献量のこの区別ですねこれはその混乱するところでありますのでこの点に関してしっかりと明確化する必要があるというふうに思っています。次の走行に向けてとととといいいうううことですすあありありががごござざまましたじゃあ上原さん 標準化待ってる側ですよね特に削減貢献量に関してどうですかコメントお願いしますありがとうございます削減貢献量はフェアで比較可能なものでなければダメだというふうに思います先ほどひ田さんがおっしゃいましたけれども広島 G7 コミュニケにおいては 社会の温室効果ガス排出削減に貢献する企業、ソリューションを適切に評価をして、金融セクターからの投資を促進するという目標が盛り込まれたと承知しています。ですので、私からは日本の GX の GX リーグの活動についてちょっと紹介したいと思います。GX リーグにおいては2つのケーススタディーズをまとめようとしています。1つは 金融機関が削減貢献量をどのように使えるかということについてのものです。もう一つのリストアップはいかに商品とかサービスの削減貢献量の算定方法を行う算定を行うのかというものです。で、まだすごく計算にはいろいろと差があるんですけども、今後削減貢献量の開始が進む中で。 社会の共通のものさしとなるように公平性や比較可能性というのが確保されなければならないというふうに思います。ないと社会全体が共通のものさしとして使えませんから。なのでこの GX リーグのケーススタディーズのリストこれがあれば金融機関の投資判断において気候変動の機械指標としての削減貢献量がより活動活用されるというふうになるんじゃないかと思っております。 またこの他の業界でも削減貢献量が使われていくということもとても重要だと思っていましてそれが社会全体の脱炭素化につながるんだというふうにも思っています。このプロセスにおいてはやはり標準化された評価方法も同じ業界内では存在する必要があります。同じ業界では共通の方法論として その削減後継量を計算しそしそてお互いいがが比較可能であるととうことが重要になります例えばですけれどもエレクトロニクス電気産業においては今加速的に共通の標準化を行おうとしています。でこれは評価事例を添付して IC の国際規格の付属証に入れようという計画があります。先ほど蛭田さんもおっしゃったその活動の一環に入っています。 WBCSD もケーススタディを実施しているところです。なので現在ケーススタディが非常に役に立つと思います。同じ理解に立つ、それから同じ方法論を持っておくということにおいてですね。で私たちとしてはこの共通の評価手段が確立をしてそして比較可能になっていくということ、業界内でこれが必須だと私は思っています。 でないとやはり削減貢献量が浸透しないんじゃないかと思いますありがとうございましたはい私これはとっても難しい質問でいろいろと質問があるということを分かっているんですけどもでも希望もあると思うんですね 数年前のことだったと思うんですけどみんなどうやったらスコープ1と2の排出を計算できるんだろうってでどうやるんだろうとどうやって測定するんだろう開示するんだろうという大きなクエスチョンマークがついてましたけど今はそれは可能になりましたというのもマーケットそれから社会が排出はリスクファクターであるとでもそのリスクにちゃんとプライシングをしてチャンスとして捉まえるべきだというふうに理解をしたからです。 そういったものが投資あるいは投資家がプライシングできるチャンスになってそれによってうまくいったんだというふうに思います。ですからそういう意味で何らかの例えばサプライチェーンのエミッションとかあるいはトータルコストをテクノロジーとしてソリューションとして計算していくということも非常に重要になっていてそれは投資のリターンを計算する上で重要でそれができればやはり需要も発生するんだというふうに思います。 データ、それからデータのその一貫性を他の指標と同じように準備するということが極めて重要だと思います。ありがとうございました。もう一つ質問あるんですけど、私としてもヒルタさん、それから上原さんが先ほどおっしゃいましたよね、標準化をする。 業界内での標準化ををするという話を言及されましたでも電力電気に関しては電気エレクトロニクスに関しては IC e 経由でもって標準が,が2024年までにはできていくということなんですよね。だけれども金融データ財務データを見ますとやはり業界別には違いがありませんよね。だから電力会社とそれから他の会社を比較することが財務情報上はできるわけです。 でも金融機関としても私たち業界内での比較もしますけれどもしかしどの業界にフォーカスを置いたらいいのかということに関しては共通のデータあるいは共通のものたしがないとできないわけですね。ああままりにににもそれぞれぞセクターごごとととるいは業界ごとに標準化を分けてしまうと業界 をまいいだ比較というのができなくってどの産業が一番ソリューションプロバイダーとして貢献しているのかというのも分かんなくなってしまうんですけどジェイソンさんどうですか私たち常に一体キードライバーとは謎やマーケットのプライシングでキードライバーというのをいつも見ようとするわけです投資家がそれによって資本の配分を決めますなのでおっしゃる通りあまりにもその小さな詳細にこだわってはいけないというふうに思いますもちろん専門家としては そこがまず出発点としてはいいのだと思いますけれどもだけれどもやはりデータを使って一貫性ある形で評価するということが重要で例えばエレクトロニクスのメーカープラス水の,メーー水の産業に関しても同じふうに分析ができなければいけないわけです。ものしが同じであれば比較ができるわけです。なののでそそれは常にその 最もコストが低いあるいは削減をするために一番効果があるものは何なのかということを見つけていくというものが重要でそれがその限界削減量ということになるわけですよね。はいそうですねトータルコストとトータルオプチュニティというのがあると思うんですねここでは新しいプロジェクトをそのような形で始めるという時には排出が増えるというわけなんですけれどもしかし その削減という観点からするとそれだけだとそれは投資をしないようにしようというふうに思うかもしれません。なのでそれは結果として良くなくなるわけです。なので削減貢献量という役割がとても大事だというふうに申し上げたいわけです。資本の負荷においてもそれが効率が高まるわけですから。さて まだまだいろいろとやらなければいけないわけですよね。なので、このアプローチを確立するには作業はまだ長いですけども、でも、金融産業としても、金融機関としても、時間がかかったとしても、有益なものが出てくるというふうに思います。また、金融機関としても、クリエイティブにこのデータを使っていくのかということを考えていかなければいけない、開示情報を使っていくのかというのを考えなければいけないというふうに思います。ままだ10分以上時間がありますので どううでしょうかこの場にいらっしゃる皆様方で何かご質問があればあるいはコメントがあればお伺いしたいと思いますがいかがでしょうかご質問があればお手を挙げていただけたらと思います何でもいいです Please. <Thank> you. どうですかあ手が上がりましたねどうぞそれからまた 質問英語でお願いできたらと思います私たちこっちは同時通訳のリシーバーフィリップさんにはないのでタイ渡るたありがとうございます渡るたかもたかま渡ると申します、えー、メティで課長を務めておりますこの削減後継論についてなんですがたとえ私たちが削減後継論について合意がなったとしても G7 の会合において合意をいたしましたけれども正直に言いますと GHG ププロトコールコルスープ 1, 2, ほどはまだ認知されていないなわけですねではどうやったらスコープ123のようにできるのか削減貢献労というのは世界でもまだそんなにあの認知されているわけではないだからあのどうしたらいいでしょうかスコープ3もですね企業セクターの間ではあの非常にまだ算定が難しいということであまり支持されているわけではありません。そして また削減後継論を悪用するということもありえるつまり GHG プロトコルとの差というものが明確にされない場合に削減後継量を使っていけば非常に不可能な 混乱すすすするるとと思思いいいままですからおっっしゃって質質問問非常に良い質問だと思います経済産業省はこれまでこの概念を G7 を通じてあるいは他の大きな国際会議、まあ、今回のこのサミットも含めてですね通じてあの紹介されていますけれどもじゃあどうしたらいいでしょうかあのあの順番は構いませんまず廣田さんの方からお願いできますか。ありがとうございます。 そうですね、先ほど申し上げたように私たちは総合の理解削減貢献量について全ての産業界の多いであの合意の形成を急がなくてはなりません。私たちの電気・電子製品というのは例えば化学製品も中に入ってますし部品の中に入ってますしですので川上に行くとたくさんの産業が関わっているわけです。 こうした産業のステークホルダーがそういった人たちにも関わってもらって情報共有をしたり最新の活動について共有することが必要だと思いますね削減貢献量について。というのは私たちの目的は1つです。私たちは CO2 削減のを加速化し,していきたいわけですね。ですのでこうした情報を共有するべきです。そしてもっと もっと理解しやすいものに市場において理解しやすいものに書いていく市場全体においてそういうことが必要ですそういうコミュニケーションそういう議論というものが重要だと思いますそういう場が必要だと思いますこうしたことを通じてこの削減貢献料の概念についてより普及していくことができると思います。上原さん、パナソニックはすでにあの 削減後継論を公表されているということですがどのようなコメントが今まで寄せられていますか公表された後ポジティブなものネガティブなものあるいは全くコメントがないか正直にお願いいたしますはい現段階においてはネガティブな反応はありません市場からはネガティブなメッセージは来ておりません まああの本当に正直に申し上げてポジティブなコメントばかりです。現在一番大きな数字はバッテリービジネスですね、EB のバッテリービジネス、あるいはこのヒーティングのビジネスからの数字が一番大きいのです。でこうしたビジネスが今市場で成長していますので、まだこれから削減後減量が大きくなる可能性があります。そしてまた同時に削減を 進めることができるわけです TCFD 今日サミットが開かれていますね TCFD はの要件によるとリスクと機械両方を公表することが求められていますリスクサイトにおいては私たちの排出量というものを GHG プロトコルを使って常に公表してきました一方で機械の方の部分 ここまでのところ指標というものがありませんあるいは機械を説明するのが非常に難しいという状況がありますですので私たちは削減貢献量貢献量が私たちの機械を説明するあるいはポジティブな活動を説明する一つの候補になりうると思います脱炭素化に向けての私たちの活動を説明するのにだから全ての産業において全ての企業が どの企業にもそういった活動を削減貢献を使って公表する情報開示するその機会があると思います。しかし同時に現在ではまだあの今まで申し上げているように企画がないわけですね。ですので電気電子製品産業が今現在。あの 実際共通の標準化された削減根計量についての企画を作ろうとしています。それがまず1つ。そしてこの産業界での各企業がそれぞれの削減根計量を公表する。 とということができますその現在あるガイダンス例えば GX リーグ WBCBCSD のガイダンスもありますこういったものを使って公表するということができますそして IEC での現在あのディスカッションされている草案などをもとにして公表することができます。各企業が削減貢献料をは発表してそれ そういう企業が増えれば削減後継論がもっともっと普及すると思います金融機関としては何ができるでしょうか まあ、ポイントは非常にはっきりと今あの話されていると思いますね。えー、投資家としては、つまり市場,化、えー、あの市,市場の信頼を得るためにはデータが一貫していて包括的で、えー、比較可能なもの、えー、またその非常に保守的なものでなくてはならない、えー、つまりグリーンウォッシングを避けなくてはなりませんから、えー、で一歩下がって考えてみると、えー、世界に対してポジティブなビジョンを考えてみると、今、 現在はそれほどないかもしれないけれども私たちが直面している課題を解決できるかというと私はできると思います。持続可能な投資そしてネットゼロに関してはいろんな課題が直面あります。これまでこうした技術をこの適用に関して見てきました。確かにそういうい現実がががあるるんですす私たちが前進する 中で見なくてはならないのはこうした機会をいかに見つけ続けるのかつまり低コストのラインをいかに見つけていくのかそして実現可能で客観的なものをいかにあのいかに投資機会を見つけるのかこれが重要だと思います。力強いメッセージでしたね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。今日のテーマに戻ってみますとソリューションプロバイダー。 そして削減貢献量ということなんですが時に脱炭素化というのは非常に重要だと考えますで皆がそれは合意しますしかし時にそのコストあるいはリスクを考えてみるとこれがこのイニシアチブが 機会であるということを忘れがちになりますそ,そ,その機会を通じて収益を得ることができるあるいは成長を遂げることができるということを忘れがちになりますもう一つ重要なのが私たち地球がより良い将来世代のためにより良い地球を残すということを考えたときに なぜこんなことをしているのかということをやはりもう一度立ち戻って考えなくてはなりません。つまり将来世代のために地球をのより良い地球を残すということそして同時にですね稼いでいく収益を上げるということも社会の中では重要です。ですのであと5分残っていますけれどもパネリストの方々から最後のメッセージを各1分していただきたいと思います。どなたか手を挙げる方いらっしゃいますか 上原さんすでにたくさん説明されたと思うんですが、えー、最後のメッセージをお願いいたしますありがとうございます私はパナソニックのものですので私たちはこれからも 情報開示を続けていきます。白煙後継量の情報開示を続けていきます。それは私たちが事業のトランスフォーメーションと成長を加速化しているという印として、これからも情報開示していきます。これが鍵となるメッセージです。もちろん私たちは脱炭素化、社会の脱炭素化にこれからも貢献してまいります。はい、林さんありがとうございます。最後のメッセージとして。 申し上げたいのは我々ソリューションプロバイダーであるということしかし我々にだって市場が必要だということを申し上げたいと思いますえつまり国もしくは企業もしくは消費者の皆さんどれだけ CO2 排出削減のためのソリューションを求めているのか削減貢献量というのは大変役立つ情報だと思いますので政府のご支援を是非ともですねいただきたいと思います。えこういったその消費者のアクションを 後押ししこういった良きソリューションを消費者が購入しそして削減貢献量のコンセプトを通して排出削減につながるようにご支援をいただきたいと思います。ありがとうございます私からは 目標を見失わないようにしたいと思いますこれは本当に付加価値を提供するのか真の問題を解決するのかもしそうであれば大胆にしっかりとプッシュし一貫性を持ってそして評価に関しては保守的に見積もって進んでいきましょう市場そして経済そして社会がそうすれば動いてくれると思いますこれが素晴らしい機会でありそして素晴らしいソリューションの例であればそれは間違いないと思っていますありがとうございますこのいます 目標を達成するためには、コラボレーションが必要です、えー。単に金融業界だけではなく、民間セクター、それから政府。えー、ともに協力をしていかなければなりません。日本だけではなく、世界中でということです。私からは以上、最後のメッセージです。パネリストの皆様、どうもありがとうございました。thank you, みずはや、支援でパ。はやしさん、そしてパネリストの皆様、どうもありがとうございました。大変価値ある洞察をいただきました。